なんかアピールしよう。お前かい！いただいて、ちょっと人数だけ10人見えるかどうか確認した上で始めましょう。はい、ボーリングのピン。まだマイクミートしなくて大丈夫です。あ、了解です。すいません。それではミートお願いします。では行きましょう。はい、ミュートにします。よろしくお願いします。レッツゴー。よし。よ、緑緑青。苦手ないよな。シュッシュッシュ。緑緑青青青。し。あこわ。こわわこわわ。怖いんじゃ。このタイミングのブレーカー確かにいいな。勉強になるわ。ノースリアクターを押してからな、前半。エレクトリカルでは、このタイミングでの殺害はリスクが高すぎるよ。うん、待って。うぅ！あぁ！あぁ！おい、なんで？死んでもってるか！ゲンさん。ゲンさん。ゲンさん。先端ミュート。セイタさん、ゲンさん、今さ、魚さん見なかった？えい魚。はいはい。今見なかった？見なかったとは。ゲンさん。神宮寺さん今ハッチから。え？マジ？ないないない、どういうことですか？下から。アドミンにいるのは確認してるんだけど。入った瞬間下から来なかった？のと、あと僕、ゲンさん、右に行ってたの知ってる。緑、緑、青、青。僕はあの、全然見れない。ごめんなさい、神宮寺です。僕はあの、レポート始まる直前、ストレージの下のタスクやってました。で、アドミンでカードスキャンやった後に下に流れただけなんで。違う、アドミンの、左下から。あ、全くないっすよ、そんなこと。え、マジっすか？僕もアドミンに行ったんですけど、さかなさんと一緒に。見えなかったです。思いっきりすれ違ってますよね、僕ら。2人が僕カードリーダーやった後そのまままっすぐ出たんですけど、ちょっとごめんなさい、誰とすれ違ったか覚えてないですけど、誰かとすれ違ってます。2人いたんで。センターは下から来たのを見てるんですね。トの字のこの右側の部分に魚さんと一緒に入ったんだけど、その時に神宮寺さんが左下の方から出てきたように見えた。少なくとも O2 の押すボタンからの方からまっすぐ来た感じではなかった。もし今の証言でアドミンの機能を使って見てたんだったら可能性はあるけど、カードスラッシュだけやってきたっていう証言だったから、なるほど、やっぱ使ったんじゃないかなと思う。高田さんはすれ違ったの？あ、ごめん、あのね、神宮寺さんがいたのは確認してるんだけど、正直これカードリーダーをやっていた後に見たのかがちょっと記憶は定かではなく、さかなさん、そっちの方向誰かいました？アドミンの奥。アドミンの奥はいなかったはず、他には。ちょっと、もうちょっと動き整理しますか、神宮さん。ボタンですか？はい、と、キル確認です。なるほど。ケンさんの話してないよ。もう押せないのか。あ、早く押して、これ。押して。誰か押して。誰も押してくれない。はい、押しました。ダンジングイチさんの動きを押してほしいです。最初から。はい。開幕でカフェテリア右上のタスクやって、ウェポンのシューティングやって、すげえ時間かかったんで停電してたんですけど、そのままウェポンでやった後に、アドミン行って、で、カードスキャンやって、で、ストレージの下行って、助けてレポートっていう状態です。ストレージの下ってゴミ捨てですか？右下の。そう、右下のゴミ捨てです。そしたら俺とすれ違ってません？水色の方はいたの覚えてます。
じゃあ神宮寺さんで間違いないと思います。自分も神宮寺さんだった気がするんですけど、はい、一緒にゴミ捨てやったんで、はい、ゴミ捨て終わった後に自分もゴミ捨てて、そしたら上から多分ゆいさんが降りてきたのかな。そうですね、そうですね、そうですね、もう一方いらっしゃった気がしたんで、はい、多分僕ですですね、ゆとりさん見てます僕。そうです、あ、でもその話ってでも最終位置の話ですよね。そうです、結局そのセンターさんからすると多分アドミンの弁当から出てきた後の話あんまり多分興味がないんだと思ってて、でだからまああと詰めるんだったらゲンさんのちょっと最終確認、そうだよ、ゲンさんの話をしよう。そうですよね、右で見た、初手右行ってたで、逆に神宮寺さんみたいな、まあ右上のゴミ捨てやってたんだったら、まあ一応筋は通ってるけど、緑緑青青を見ましたね、あのアッシュも含めて。アッシュ他にゲンさんの目的は、さんは見てない、見てないな、ね、あの最初にウェポンでシューティングやったのは一緒だったんですよ。でその後、うん、ゲンさん下行ってナビゲーションか打つかどっちか分かんないですけど、下行ったのはもう初手の方で見ただけなんで。オツ来たっけ、センターいたよね、オツに確か、うん、寺蔵さんもいたかな、寺蔵さん忘れちゃった、どっちか分かんないですけど、俺一番最初に O2 やってそのまま抜けてたと思うけど、あーそうだそうだそうだ、ストレージ側にいた、ね、だから一番早く抜けてると思う、うん、で高菜さんがその後いたね、ナビゲーションに。そうだ、まあ右側っぽいな、でも下位置、まあ、でもね、あのね、少なくとももうシールドにはなかったので、シールドは私も取ってんで見てないですね。あ、オッケー、でコミュニケーションに寺蔵さんがいたのを確認してる、はい、一緒に動きます、一緒に動いてこの話終わり、了解、はい、いやあ、あれ不自然な動きだったと思うけどな。イノベント使って全然歩み寄りの精神ない。歩み寄りの精神って何ですかってコメントされてた。一番怖い。絶対黒だねこれね。だからアピールしよう。お前かい！兄さん死んでるが。どこ？カフェテリア右。カフェテリア右。右。んカフェテリア右。右。白染さんどっから O2 入りました？カフェテリアウェポン O2 です。アドミンに入った時にユイさんが直してて、それを見てカフェテリアウェポン O2。その前から出てってるのは俺確認してるアドミンから。で。O2 で会ったじゃないですか、砂染さん。アルトさんと、うん、ごめんなさい、ちょっと記憶が曖昧ですけど、誰かいたような気がします。ごめんなさい、申し訳ない、ただその時に先端さんは死体ではいなかったです。ピアで動くって話を忘れてる。これ直前で会ってるんですよね。待って、これ O2なんで誰も覚えてない。神宮寺さんと先端が一緒に直してるのを合流してますが、神宮寺さんは何してたんですか。僕 O2 って言ってたよね。センターさんいつの間にかいなくなってて、僕 O2 行った後にナビゲーションまだ残ってたんで、もう一個やりに行った時にもうセンターさんいなくて、いや砂染さんじゃない、センターは砂染さんじゃない。砂染さんはセンターを殺せないはず。まあもちろん、まあもちろんナビゲーションからセンター出てきたんだよね。そ
そう出てきた。なんで誰も覚えてないんだって話を。ナビゲーションから出てきて、俺がナビゲーション終わった後に O2 行ったら砂鍋さんが O2 にいたから、うん、多分殺せないんだわ。うん、ナビゲーションでタスクをやって。ってか神宮寺さんが分かれてるのはまず。まあそれもそうだし、神宮寺さんはナビゲーションにいたよ。いました。でその後先に神宮寺さんが出てった後にセンターが後ろからついていってて、いやそうで僕はそのまま神宮寺さんがキリしてるのを願って、センターさんいないってなって、うん、O2 が終わったタイミングで停電してたのキリだと思う。センターさんってセンターって神宮寺さんについてくって言ったの言ってたと思います。あ一緒に行動すれば神宮寺さんついてるなって言ってたっすね。あもうぜひお願いします。なんか僕の声届きづらいのこれ、いつも僕ペア組む人を忘れられてんだけど、みんなが忘れがちなことだけ、僕のなんか声が小さすぎんのかな。いやもう僕、いや多分もう僕だからすぐ殺されなかったのちょっと迷ったんじゃないかなと思うんだけどな。いや、寺蔵さんと神宮寺さんの気するけどな。てか、もう神宮寺さん単体で、あ、黒いし。明らかに、僕に協力する必要なかったし。だし、僕、ナビゲーションやってるのに、もう、先行ってたからね。多分迷ったんじゃない？多分、寺尾さんの心理としては、あ、これはぐれてる。あ、でも先端かって、で、僕が踊って、あ、神宮寺さん誰かやってるやろうってことで、殺したんじゃないかなと思うんだけど。あと、位置的にもね、状況的にも停電になったから、やったって感じなんじゃないかな。ゆいさん弁当から出てきた、マジ？あ、全然見え方。ジングイさん師匠なの？マジ？あれかな、ペアの利点をあんまりが分かってないって感じなのかな。はい、はい、死体は見てないんですけど、リポートのボタンが光ってたんで押しました。電気消えた瞬間に場所どこら辺ですか？そういうことか。メッドベイですね。うん、で、ちなみに、はい、僕、カフェテリアからメッドベイに行ったんですけど、はい、メッドベイに入る前に、カフェテリアとメッドベイの間の通路で、寺蔵さんがカフェテリアの方に行くのを見たんですよ、ね。寺蔵さん以外は、どこですれ違いましたっけ、今。カフェテリアとメッドベイの間の道。よくある。あ、そうだよね。別の容疑で出てきてないことは釣られるパターンか。いや、それ見てなくて。マジかー。ゆとり証言します。寺蔵さんセキュリティから出てくるときにすれ違ってリアクターやってて、うん、その数秒後なんで、そっからメッドベイ寄って殺してカフェテアリで目撃っていうのは薄いかと思います。ああ、よかった。そうだ、あの、はい、そうだね、セキュリティからアパート側から来るゆとりさんとゆいさんとすれ違ってる。はい、なんで時間的にはメッドベイ寄って殺して出てないところを見られてないっていうのは、うん、ちゃんと無理かなっていう。砂ザメさんに質問なんですが、はい、はい、ロアエンジンで魚とすれ違ったあたりの時のルートを教えてもらって。ジングさんどういうルートだったんだ。てかそもそもさ、下から出てきてたあたりが多分直前ですよね。そう、直前。ナビゲーションシールドコミュニケーションストレージあたりはほぼほぼ寺蔵さんと一緒にいました。そうだね、砂ザメさんとちょっとアリバイ証明しようと思って一緒にいた。で、ストレージ行ってからが、確か寺蔵さんが左ロアエンジン方面に行って、ね、自分がアドミンとかに行ったと。下から来てたのは間違いないよね。ごめんなさい、最後の最終位置の記憶がすげえ曖昧です。一人いいですか？はい、私、カフェテアリからアッパーエンジン通って寺蔵さんさっきすれ違ったって言ったんですけど、多分寺蔵さんセキュリティで僕は見てると思うんですけど、そこで誰も出入りメッドベイしてないんであれば相当早い段階で殺されてると思います。ネットベイは出てきてなかったですね、その時は。え、でも寺蔵さんがセキュリティに入ったの結構あったの。ゆいさんとゆとりさんがこっちに向かってるところを確認してるだけだね。ちょっと寺蔵さん、で、その後ゆとりさんはリアクターにずっといたと思う。はい、リアクターで無投票。
無投票多すぎんよ。間違えてもいいから出ないと。でも下から出てきたよね。ごめんなさい、あの寺蔵さんの白はじきがちょっとごめんなさい、よく分かんなかったんですけど、ゆとりさんが寺蔵さんをセキュリティで見たんでしたっけ、はい、セキュリティ見てます。セキュリティで監視カメラついてたんで、はい、誰がいるか確認して寺蔵さんがちょうど出てってすれ違ってます。それって僕が鳴らす結構もうすぐ直近の話なんですよね、多分電気が消える。あ、そうですね、真っ直ぐ向かってるから俺、うん、時間的に言ったらそこですれ違ってすぐリアクターのあの5回押すやつの2番目ぐらいに行ったところでレポートされてるんで、はいはい、壁に引っかかっちゃったな。 あとマサカリさんがメッドベイのどこで見たかを証言してほしくて、奥だったらさらに確率は下がると思うんですけど、いや僕実はその下にさっきも言ったんですけど見てなくて、あ、そか、そか、電気消えてたんで、ごめんなさい、リポートのとこをしただけなんですよ。それは入った時くらいにレポートが来たとか、うん、そうです、そうです、ですね、もう入って真ん中ぐらいですね。真ん中ぐらい、あ、真ん中、だいぶ下の方だな、うん、そうなんです。だから寺蔵さんできないのかな、寺蔵さん多分ほぼ不可能で、うん、俺とセキュリティですれ違ってます。うん、そうだね。で、結構いろんな人とセキュリティですよ。俺、そこから寺蔵さん来たから殺されると思ったから重要情報出したい、で出したい、ね、遅すぎ毎回寺蔵さんとすれ違っているので僕も犯行不可能なんですよ。なので、あとしたら砂亀さんがエレクトリカルのめちゃくちゃ重要な情報をこのタイミングに出したんですけど、てか俺すれ違ってない人、多分砂亀さんがストレージ右下で、作業してるの以降砂亀さん見てないんだけど、他の人砂亀さん見てない。今の話総合すると寺蔵さんと砂亀さんが全員すれ違ってるよね。そう、うん、まあ砂亀さんもストレージですれ違って、セキュリティで魚さんとすれ違って、ゆいさんとゆとりさんとアッパーエンジンあたりですれ違って、うん、カフェテリアメトベの間でまさかりさんとすれ違ってる、うんうん、で言うと寺蔵さんと別れて魚さんとすれ違うまで空白です。私はアリバイ証明できません。それはストレージエレクトリカルの下の通路ロアエンジンで停電が起こってちょっと U ターンしたんだっけな、ごめんなさい、ちょっと記憶がめちゃくちゃ曖昧です。ただちょっとアリバイ証明はできない、ごめんなさい。なるほど、投票はしてくれ、しっかり。はい、投票しよう、みんな、いつ投票、あ、成人してるだろうし投票しよう、無記名でもいいから投票しよう。完全にね、今のゆいさんが容疑者上がってない時点で寺田さん本当に白だから、押さないと、あー、ボタン押す人もいない。あ、終わりだ、ぐしゃ、確認し、いない、いないぞ、いない、さますぎけ、いやナイス回避すぎる、砂添さんの神回避。あの、どっちにしようおしまいだな。でも、魚さん生きてるな。ボタンを誰も押さねえ。なぜ押さないんだ。あ、ニロか。マジか。ニロもいたんだ。ジンさん、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 ユイさんと別れちゃダメだったね。一緒にキリしなきゃいけないね。私何もしてないです。ジンさん、ごめんなさい。
私本当にカードリーダーやってただけなんです。え、やっぱ殺したの寺蔵さんですか？ネットベイで。ネットベイで殺したの。ネットベイ殺したのユイさんだよ。あ、ユイさんエレクトリカルからの弁当ですか？そうです。いや、普通にユイさんがネットベイから出てきて俺殺された。そう、そっから帰り方は弁当です。帰り方は弁当で。あー、そうか。あ、じゃあ結構前に殺してたんだ。めちゃくちゃ前に殺されてます、ね。なるほど。現なんですけど、現殺人事件が120秒間スルーされてるのがすごく悲しかった。いやー、ごめんなさい、神宮寺さんだと思ってた。あれ、順当に詰めていくと、ナビゲーション80秒ぐらい。ナビゲーションでゲンが死ん、ナビゲーションが大津あたりでゲンが死んでいて、センターさんの後ろにユイさんがおられたっていうところまではかなり終えたはずなので、あれは結構センターの頭が神宮寺さんに持っていかれてしまった。神宮寺さんメインになっちゃったらちょっと悲しかったです。カードリーダーから左に行っただけだったんですけど。あ、そうだね、確かに。そう、緑青青だもんねって言ってたもんね、僕も。でももう完全にイベントができたと思っちゃった。結構神宮寺さんとセンタンが離れ気味に動いてるの見て、うん、あ、これ離れたとこでセンタン殺したら強いなって思って。そう、めっちゃなんか置いていかれるから、うん、を見てたらしいからちょっと怖えと思いつつも、なんとなくなんとか釣れたから、あとは6人までなんとか1人切るユイさんに来てもらって、俺はあのいろんな人とすれ違ってアリバイを証明しようと思って動いてた。うわ、うまいな。なるほど、めちゃくちゃインポスターうまいっす。運悪くメッドベイで死んだとか言われたから、めちゃめちゃ近くにいたしすれ違った。そうだね、セキュリティでカメラ見てたとか言って、レッドキルの全然あるから。びっくりした。あ、え、そういう流れって。あー、そっか、イチローだと思ったから。同じくです。まさかりさんのセリフレポートかユイさんか、あと、まあ、村目線からだと多分砂ザメも容疑者に上がったんだろうなぐらいな感じで、ね、でも俺砂ザメさんの白をぶち上げたつもりだったんだけど。いやー、ちょっとあの完全に空白、一応メドベイに寄る時間があったので村目線からすると。なるほど。うん、寺田さんのあの殺されたタイミングめっちゃ見てほしい。見て見て、神宮寺さんが離れて逃げてった。寺田さん、そうそうそう、押して押して押してって言ったら、そのままグサってやられて、お前かーいって。